皆さんこんにちは。日本財団パラリンピックサポートセンター、通称パラサポの会長を務めております山脇康史です。この番組ザ・イノベーション2012ロンドン2021東京は、私たちパラサポ、そしてプロジェクトパートナーにイギリスパラリンピック委員会、メディアパートナーに朝日新聞社を迎えた一大プロジェクトです。パラリンピック・パラスポーツがもたらす社会変革、ザ・イノベーションを皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。今日は史上最も大きな成功を収めたパラリンピックと称され、9年が経った今もダイバーシティ&インクルージョン社会へのさまざまなイノベーションがそのレガシーとして引き継がれる2012年ロンドン大会を紐解くべく、イギリスパラリンピック委員会会長のニック・ウェボンさんにもご出演いただきます。それではニックさんに一言お願いをいたします。よろしくお願いします。 It's a great pleasure to be with you, and we send our very best wishes from the British Paralympic Association to the people of Japan. Thank you. ニックさん、ありがとうございました。パラサポ、パラリンピックサポートセンターはソーシャルチェンジ with スポーツをスローガンに掲げ、2012年に開催されたロンドンパラリンピックをお手本に、パラスポーツを通じた共生社会の実現を目指しています。まずは我々がお手本にしている2012年ロンドンパラリンピックで何が起きたのか、こちらをご覧ください。この3つの出来事がロンドンパラリンピック大会がいかに素晴らしい大会であったかということがお分かりになると思います。今日はこの大会を手掛けたメンバーや、あるいは参加したパラリンピアンの皆さん方と一緒に、パラリンピックの意義やパラスポーツの持つ可能性についてさまざまな角度から考えてまいります。番組やダイバーシティに関する報道を行ってきたハフポスト日本版とともに、今日から4回にわたって配信いたします。パラリンピックがもたらすソーシャルイノベーションへの可能性を、大会、人、メディア、教育とさまざまな側面から紐解いてまいりますので、ぜひ多くの皆様方にご覧いただき、共生社会、ダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けて歩みを共にしていただければ幸いでございます。それではザ・イノベーションスタートです。山脇さん、ニックさんの開会宣言とともにスタートしましたザ・イノベーション。ファシリテーターを務めます久下舞子です。どうぞよろしくお願いいたします。スポーツには人や社会を変える力があるとよく言われますが、日本では2013年9月の国際オリンピック委員会の総会で2020年東京大会の開催が決定して以来、パラリンピックを契機にダイバーシティ&インクルージョンを推進する動きが加速し、日本全国でその取り組みが見られるようになりました。その変化にパラアスリートからもポジティブな意見を聞くことがありますが、私たちはここで歩みを止めず、一人一人の違いを認めて誰もが活躍できる社会を試行錯誤しながら前に進んでいければと考えています。さて、史上最も大きな成功を収めたパラリンピックと称されうる2012年のロンドンパラリンピック、一体どんな大会だったのかは、先ほど山脇会長からもお話のあった通りです。今日お送りするセッション1のタイトルは、パラリンピックは単なるスポーツイベントなのか。1964年東京大会出場、伝説のパラリンピアンと考える未来。90分のセッションを通してパラスポーツ、パラリンピックのこれまでを振り返るとともに、
2012年のロンドン大会を受けて、日本ではこの先の未来をどう変えていけるのか、その可能性について考えていきます。前半の第1部は、1964年の東京パラリンピックにも出場した経験を持つイギリスのパラリンピアン、カズ・ウォルトンさんです。イギリスよりご出演いただきます。カズさん、よろしくお願いします。 Hello and good afternoon. It's my pleasure to join you. I'm delighted to be talking to Japan again. 今日はカズさんのお話が聞けることをたくさん楽しみにしています。よろしくお願いいたします。さあ、ここでカズさんの紹介をこちらからさせていただきます。カズさんは1964年の東京パラリンピックに陸上競技の2種目で初出場し、いずれも金メダルを獲得。そしてその後も水泳、フェンシング、卓球など5つの競技でパラリンピックに出場し、1988年のソウル大会までなんと金メダル10個、そして金メダル2個、銅メダル5個の成績を収められた、まさにパラリンピック界のレジェンドです。さらに現役引退後もパラリンピアンの指導やパラスポーツの普及活動にあたって国際的にご活躍されています。そのパラリンピック界のレジェンドカズさんから、思わず誰かに伝えたくなるようなパラリンピックの歴史も伺いたいと思っています。でまずカズさんにお伺いしたいんですが、車椅子を使って生活していらっしゃるということなんですよね。 It is the case, yes. どのようなきっかけで車椅子生活になられたか教えてもらっていいですか。I have a congenital disability, so I'm disabled from birth, and I've been using a wheelchair since my disability got worse when I was about 12 years old. And now it is very much a part of me, and I like it because it enables me to get about and to lead a normal life.そうだったんですね。そこからパラスポーツに出会ったのはどういうきっかけだったんですか？ I became involved at the recommendation of my children's hospital, who said that I should try sport as part of a rehabilitation. So I started swimming locally at home, and then I was advised to go, that there was something going on at Stoke Mandeville and that I should try and travel down there and to see what was happening. And I went with my mother to the national championships at Stoke Mandeville in 1962. And there I met Pomper Gutman, Professor Gutman,And I think it's fair to say at that point in time, my whole life was changed. そのグッドマン博士との出会いが大きかったということなんですが、それまでスポーツのご経験はあったんですか？ Not very much. I learned to swim at our local swimming pool.And I joined a club for the disabled, so I was swimming with them on a weekly basis. But I had never seen how much could be done and how many sports that I may be able to try and perhaps be good at. Stoke Mandeville made my world much larger.そうだったんですね。今先ほどカズさんのお言葉の中から出てきたグッドマン博士について、こちらから少しご紹介させていただきます。パラリンピックの父と呼ばれるルートヴィヒ・グッドマン博士、当時ロンドンの郊外のストーク・マンデビル病院国立脊髄損傷者センターに勤務していた彼は、
第二次世界大戦で脊髄を負傷した兵士に対する治療法としてスポーツを取り入れたリハビリを実施しました。障害を負った人の肉体的な回復、そして社会復帰を目指した生きる喜びを取り戻すためのリハビリは世界から注目を集めることになります。この取り組みが1964年の東京パラリンピックにつながっていくんですけれども、ここはまた後ほど詳しくカズさんに伺っていきたいと思います。カズさん、パラスポーツと出会う前はご自身の障害についてどうやって捉えていたんでしょうか。当時のイギリス、今ほどダイバーシティとか共生社会っていうのは浸透していなかったんじゃないかなと想像するんですが、どうですか。I think it was very much more restricted than it is now. People's attitude was that you were very different, and it was much more difficult to do things. Public transport was not accessible. There were not things such as drop-down curbs. There was often parents were recommended to put their children.into homes because they would never have a normal life. It seems 100 years ago now, but in reality, it's quite a short span of time. And I think the changes, not just from the Paralympics, from other areas as well, but the changes have been immense. And although there's still a long way to go, things like transport and people's attitudes,And the fact that now I can do a job in a normal company is immense difference. And as I say, there is still a long way to go, but it shows how far we've come. こちらをご覧ください。今言葉に挙げた共生社会なんですが、共生社会と言いますと、性別の違いや障害の有無にかかわらず人々の多様な在り方を相互に認め、一人一人が積極的に社会に参加貢献できる全員参加型社会というのが意味定義となっています。カズさん、当時のイギリスはその健常者と言われる人との交わりっていうのはまだ少なかったんでしょうか。I think that's true. I went to a special school for the disabled, so I didn't go to a mainstream school as people do today. And that made a huge difference. The education standards were not as good. My family were very good and treated me as anybody else. But the public had a very narrow view of things, and I think we were always looked at as different. We're not different, we just have things that don't work as well as you, and we think the same, we have the same loves, likes, dislikes, and fears. And it's just understanding that and accepting people for what they are.そこからカズさんは最初のお話にあった通りグッドマン博士と出会ってパラスポーツに取り組まれたわけなんですけれども、まずはそのカズさんご自身の中でパラスポーツと出会ったことによってポジティブなチェンジっていうのはご自身の中にありましたか。It made such a difference to me, mentallyIt increased my self-esteem. When I went to Stoke Mandeville, I felt normal. It was the only place in the world where everybody was like me and I could have normal conversations. I didn't have to think about what I said. I could interact with other people who had the same problems, and the same likes. And it was justanother world, and it led to a huge change for me, because I realized more I could lead a normal life
I think I was still quite young, but it was the start of me growing up and growing into society. もうちょっと苦しかったところに光が見えてきた、そんな感じですか？Yes, it made a huge difference. I was very lucky because I had a supportive family who treated me like a normal person and encouraged me to do things. But Stoke Mandeville truly made me feel that I could achieve things, that nothing was impossible, and that I really was as good as anybody else.周りからもカズさん変わったねみたいなことを言われる場面はありましたか？ I think my family noticed the difference, because I was so much more confident and I started to travel, with the games because I was reasonably successful, and that made a difference too because it showed me thatWe may all come from different countries, but we're all pretty much the same. We just have a different language and maybe different cultures, but we're one people. And I think people around me did definitely notice the difference. It wasn't overnight. It was a gradual change, but it was a big step.ご自身もそして周りもたくさんのことを気づいて変化があった、それをきっかけをくれるのがスポーツなんだなとお話を聞いていて思うんですけれども、改めてそのポジティブチェンジからどのようにしてその1964年の東京パラリンピックに行ったのか、その経緯を教えてもらっていいですか？ I ended up by accident, actually, because I was notoriginally selected for the team, and unfortunately my teammate became ill, unfortunately for her, but very luckily for me, and I found with only 3 weeks before the games that I was going to be flying to Tokyo, and I remember being quite scared because I hadn't been training as hard as I would have done, and I also very excited. It was the first time that I'd been on a long flight in a totally different country, and I knew nothing about Japan, but it was just such an exciting time.はい、1948年ロンドンオリンピックと同じ日にグッドマン博士が病院内で開催した車いすアーチェリーの大会がパラリンピックの原点と言われています。この競技会はやがて国際大会に発展し、1960年にローマオリンピックに合わせて開催された障害者スポーツの大会が後に第1回パラリンピックと位置づけられるんですが、実はこの下にあります1964年一番下のところですね、パラリンピックという言葉は1964年の東京大会で初めて使われたんです。その記念すべき大会にカズさんは競技としては陸上競技の車椅子種目2種目で、まあ、先ほど偶然とおっしゃってましたけど出場されたということなんですよね。でもそこで偶然とはいえ金メダルをなんと獲得されているというのは本当にすごいことなんですけれども、複数の競技にこう取り組まれる選手っていうのは当時多かったもんなんですか？ It was quite normal for athletes to have to participate in many sports at that time because there was just not enough money to be able to send an athlete to just do one sport. So we would always have to do 3 or 4 sports.In order to be selected. And that continued, I think, right through to about 1988. And it's just an indication of how far we've come today, that a
people are able to specialize and train and just do one sport and excel at it. そうだったんですね。この、まあ、歴史の中でだいぶ変化があったということなんですが、ただカズさんもその20年以上ですか、競技をされてきて、たくさんの競技にチャレンジされていますよね。陸上競技にも以外にもあると思うんですが、どんな競技をされてきたのか改めて教えてください。I did table tennis, and basketball. Yes, I loved basketball, because I used to play to stay fit, but I grew to love it and represent my country. And I did pentathlon too, which was an amalgamation of the different sports. And of course I started as a swimmer, but I gradually refined my sports down until eventually I was just fencing.そこまで複数の競技に長年にわたって挑戦された理由はどういったところが原動力なんですか？ I just love competing. It's a different world, and I'm also very competitive. I like to win. I try and do it quietly, but inside.It is so important to me. And I have to be the best. If I cannot win, then it does not have the same thrill, the same grip for me. But I was very lucky. I worked hard, I trained hard. I had to train after work, and training facilities were not necessarilyeasy to get into and to find good coaches, but I loved every minute of it, and I think the will to win and the love of sport was what made me keep going. パラスポーツの原点は最初リハビリから始まっていると思うんですけど、なぜそこまでカズさんの中に勝負、勝ちたいという心が生まれてきたんですか？It's important to me to be the best at what I'm doing, and I don't think that's not special to somebody who's disabled. I think it is in many people, and I think to win, to be number one, to be the best at something, is a very human emotion, and I was lucky.To have the success that I had to enable me to achieve that. グッドマン博士からの言葉で何か影響を受けたことはありますか？ He made me believe that nothing was impossible, and that I could forget the things that I couldn't do.And concentrate on the things that I could do. He made me feel normal. He made me feel that I could achieve anything if I really wanted to. And he was my hero then when I was young, and he is my hero still.ちょっと今その言葉を思い出して、ちょっと今こう思いが溢れ出しているようにも見えるんですけれども。It is. Yes, it is. やはりグッドマン博士の存在がご自身に大きく影響を与えたその証ですよね。He didn't just influence me. I think he had a far-reaching influence which crossed the world and went...to many disabled people, and that hasn't finished. It's still going on, because look at what he started, and so it truly has been that
through sport we can make the world a better place for disabled people. もう今でこそパラスポーツを初めて見る人、パラスポーツってどんなスポーツなんだろうという入り口から入っていく人が多いと思うんですけれども、改めてその原点となった博士の存在や、その博士に心を動かされたカズさんの存在があるんだということを今お話を聞いていて改めて思いました。さあ、そして1964年の東京大会がまさに歴史上の一大イベントだったわけなんですけれども、私たちに当時の大会のことをもう少し教えていただこうと思っています。当時参加していたパラアスリートたちはおそらく十分にトレーニングできていなかったんじゃないかなと、お金の話も先ほどありましたけれども思うんですけれども、こう位置づけとしては社会の中でどういうものだったんですか？ It was very difficult to train to the standards that we wanted. I was very lucky because I had the National Sports Center close to where I liveAnd my family knew the director of the sports center, so I got special free access. But that was very much an exception. And even then, it was very inaccessible. I could not change to practice my sport in normal changing rooms because I could not get into them. I used to have to change in the bathroom.I had to get out of my chair and slide across the floor to where it was private for me to change, and then go back across the floor and get back into my chair, and then go and drive around the center to where I was training. It was also very difficult to get coaches because able-bodied people did not take us seriously. They did not think of us as...sportsmen and women. They thought of us as disabled people playing at sport. And it was just, also I think there are many more full-time athletes now. I would have loved to have been a full-time athlete. I had to train to compete after work at weekends. There was no money, so it was very difficult from that perspective as well.It's very different now, and it has changed so much for the better. はい。辛くてくじけそうになった時はないですか？ I think challenges are there to be made and to be beaten.It's part of winning, isn't it? I think there are always challenges in life, whoever you are, whatever you are. And yes, it was difficult and sometimes disheartening. But if you want to be good at anything, it's always going to be hard work. It's never going to be easy. And you just have to persevere and push.And work as hard as you can to achieve, sometimes just to achieve normality, just to achieve equality.当時は競技人口とともに情報というのもなかなか得るのが難しかったんじゃないかなと思っています。そんな中でカズさんが東京パラリンピック前回の東京に出場されたわけなんですけれども、どうですか、東京に来てみて観客の様子っていうのはいかがでしたか？ They weren't many. It was, we had spectators at the opening and closing ceremonies. I don't know whether that was the general public or whether it wasfriends and family of the volunteers. And we also had the Crown Prince and Princess of Japan come and open the games, which was a huge honor. And it made us feel very special. And I think it was a long time before we got spectators at anything other than the opening and closing ceremonies. People came for the ceremonies. They didn't come to
to see us. And you didn't see people at events either. If I went swimming or I was playing table tennis, there were no spectators. And today, it's just hugely different. And it's what makes things important for the athlete, I think.ちなみに東京の街の様子ってどうですか？外出などされていたら当時のどうでしょう、街のバリアフリーがどうだったかとか、人はどうだったかとか、そういったことも聞いてみたいです。 It wasn't very accessible, I'm afraid. Public transport was not accessible and there weren't many drop down curbs. It was difficult to get about, but I mean we were busy competing anyway. We had a couple of days off when we got taken to Mount Fujiyama, and we were taken by a coach and carried on and carried off. But that was pretty much the only time that we got out of the village. We spent time competing, and just meeting people from other teams, but it wasn't really possible to get outand see the city, which I regretted because it's a beautiful city and it would have been nice to see more and to meet more people from Japan outside the village. ちょっと素朴な疑問なんですけども、車椅子で富士山に行くってどうやってどこまで登ることができるんですか？I did not push my wheelchair. we had a coach, and we were carried onto the coach, and then our wheelchairs were put in the baggage compartment, and then drove to Mount Fuji, and then unloaded and carried off again. But it was a bit of a long trip, and it wasn't as easy as it could be.本当に日本の風景、街を美しいっておっしゃってくれたことが日本にいる私たちにとっても本当に嬉しいです。ありがとうございます。でカズさんは92年のバルセロナまで6回のパラリンピックに出場されているんですけども、引退してからも車椅子フェンシングのイギリス代表のマネージャー、そしてパラリンピックイギリス代表選手団のスタッフとしてパラスポーツに携わり続けています。そして2005年、2012年ロンドン大会の開催が決定します。ご自身が経験された64年の方の東京大会の経験を踏まえて、どういったことをロンドン大会に期待しましたか？I was delighted that we were going to have a home games. I think it's just a very different experience for athletes from that country to have a home games. And I was just so excited that the games were coming home, because of course Great Britain is where the games started. But I hoped too that it would start to make changes.Both to in a physical sense and also in people's attitudes and the way that they looked at sport. Things had changed a lot anyway prior to London, but London was just a huge stepping stone to where we are today, and I think it changed people forever, I hope.そしていよいよやってきた2012年の本番なんですけれども、結果として史上最も大きな成功を収めたパラリンピックと評価されています。私も当時の写真を見せてもらって、競技場だけじゃなくてトラファルガー広場などのパブリックビューイングにたくさんの人が詰めかけて、みんないい表情で見てるんですよね。素敵だなと思いました。カズさん自身はどのように振り返りますか？It was, I think what made, there were several things that made a difference with London, I think. the first was that the
organizing committee for the London Paralympics and London Olympics was the same. So we worked together and that made it a better games. The media coverage was very different as well. And I think the good thing for me about the media coverage was not just the innovation of the way that it was shown, but also the fact that they weren't afraid to criticize as well as praise. And for me, that really quality is when you get told that you're not performing well, that you're doing badly and you could have done better. It, as well as saying, well done, you've performed well. You need both sides of it to be equal, I think. That's true equality. But also the support from the public. I have never felt a feeling like coming into the opening ceremony at London 2012 and having a home audience shouting and clapping. And it makes me emotional to think of it, because it made me feel that I floated around the whole stadium until we got to where we were standing. I think I am so lucky to have had Tokyo in 1964 and London in 2012. Huge games. For me, very huge games. その黎明期から携わっていらっしゃいますから、感慨深いものあるでしょうね。そしてパラリンピックで大事なことは本番だけじゃなくてその後だと思うんですけれども、ロンドンでは終わってから社会というのは変わりましたか？ I think it's true to say that it left a legacy. It's not one that we can afford to stop and say we've got there, we've achieved everything.We have to keep pushing, but it made a difference. Public transport, for instance, became easier. It was easier to get around, for me in a wheelchair, easier to get around the streets to get from one place to another. But I think the huge difference was in people's attitudes. It's the first time that I remember people trulylooking at sport and applauding the achievement and the performance rather than looking at the disability. People forgot about the disability, and that it truly is equality. That's the huge legacy, and that's, but we can't think that we have achieved it. We must keep pushing and increasing on that, because we're not there yet.はい、私も一昨年ロンドン行った時に、はい、ちょうど電車に迷っていたらどの線に乗りますかと声をかけてくれる人がいたり、スーツケースを持って歩いていたら持ってあげようかと声をかけてくれる人がいたんですね。きっとロンドンでは障害者だからじゃなくて困っている人を助けるというような精神がこう息づいてきたんじゃないかなというふうに感じました。先ほどカズさんがおっしゃっていたレガシーなんですが、こちらです。物理的精神的な遺産功績、パラリンピックにおいてはその開催によって生まれた持続的でポジティブな影響を指す、バリアフリーの整備、社会全体のダイバーシティ&インクルージョンの推進などということになっています。まさしく選手の環境面においても、そして困っている人を助けるというなどの精神面においてもロンドンでは大きな変化があったと言えるでしょう。そしてカズさんが初めに出場された東京パラリンピックから57年が経った今、この夏東京で2回目のパラリンピックが開催されようとしています。大会史上2回も夏のオリンピックが来た年というのはまだないんですけれども、今コロナ禍という状況なこともあって、
これまでとは異なる意義を持つことになりそうです。カズさんはこのコロナ禍においての東京大会、どのような意義を持つとお考えですか？I think for me personally, it's a very, very important games because,、because of being in 64, and that was such a special games to me. Not only was it my first games, but also it taught me、how kind and helpful the Japanese people were. And I also got a glimpse of how beautiful the country is. I think.The games this year are、especially difficult. They have been difficult to organise. It's very difficult for the athletes too, because the restrictions have been on training and preparing、has made a difference. I think COVID has made life difficult across the world. I think it will be a shame if there's notToo much in the way of spectators, because that makes a big difference to athletes. But if one thing that COVID has taught me, and indeed that sport has taught me, is how innovative people can be and how the human race overcomes challenges、and will eventually come through and succeed. I have that hope in my heart、and I hope that this will be a special year for the games, for the Japanese people and for everybody who participates. ありがとうございます。ホスト国として私たちもいろいろこれからも考えていきたいですし、しっかりと向き合って伝えていきたいと思いました。カズさん、ありがとうございました。今日は1964年から2021年第1部はパラリンピックとパラスポーツの歩みをカズ・ウォルトンさんと一緒に振り返りました。この60年近くで社会が大きく変わったように、これから先もどのように変化していくのか楽しみです。ここで前半は終了となり、カズさんの出演はここまでとなります。カズさん、本当にありがとうございました。It's been my pleasure. ありがとうございます。さて、後半の第2部は4名の出演者とともにロンドンパラリンピックのレガシーを振り返りながら、パラスポーツが起こすソーシャルイノベーション、その先にある未来について話し合っていきます。後半ご一緒する出演者の皆様をご紹介します。まずはパラサポ会長の山脇康さんです。よろしくお願いいたします。山脇さんは2011年にパラスポーツ界にまさに飛び込まれたそうです。2012年のロンドンパラリンピックをご覧になり、人生が変わるほどの衝撃を受けたということなんですが、山脇さん。はい、まあ、それまで長年にわたりイギリス、特にロンドンには何度も行ってたんですけれども、ちょうどその2012年のロンドンパラリンピック大会っていうのは、まあボランティアみたいな形で行きました。まあ、そうしましたら、そのパラアスリートのパフォーマンスっていうのが私の想像をもうはるかに超えるようなものだったんですね。まあ、パラリンピックはその障害を見せる、障害、そのディサビリティのスポーツではなくて、その人間の能力を見せるアビリティのスポーツなんだっていうことがよく分かりまして、人間って本当に潜在能力素晴らしいなということを感動的に見られました。まあ、パラアスリートがその後競技を見ますと、いろんな競技やそのポジティブな生き方とか、まあ、メッセージがですね、私のその障害に対する意識を変えて、それまでのまあ、平凡な会社生活では得ることのできなかったようなその貴重な体験になりまして、まあこの素晴らしいアスリートとの出会いが本当に私の人生を変えた。ロンドン大会ですごくみんなご機嫌で、すごくこう大きな声を出したりして、まあロンドンパラリンピック大会、パラリンピック大会をやると人々も社会も変わるんだなっていう実感を
その時持ちました。ありがとうございます。そして続いて山脇会長と一緒に開会宣言をしていただきましたイギリスパラリンピック委員会会長のニック・ウェボーンさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 Thank you very much for having me. 日本語お上手ですね。 I'm trying. I need some more before I come to Tokyo. はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ニックさんはですね、スポーツ医学を専門とする医師でありながら車椅子テニスでイギリスの代表に選出されたご経歴をお持ちです。今日はイギリスからご出演されています。たくさんお話を聞かせてください。 Thank you. よろしくお願いします。続いてご紹介するのは現役の車椅子ラグビー選手で4大会連続でパラリンピックに出場しているパラアスリートの島川慎一選手です。よろしくお願いいたします。島川選手は1996年に交通事故により頸椎を損傷して四肢に麻痺が残り、現在は車椅子を使って生活していらっしゃいます。車椅子ラグビーがパラリンピックの正式競技となったのは2000年のシドニーから、そしてその次のアテネから2016年のリオまで4大会連続出場中の島川選手は、単身でアメリカに渡って武者修行をした経験も持つ車椅子ラグビー界のまさに日本の第一人者で、この夏5回目のパラリンピック出場が期待されています。島川選手、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。僕は、車椅子ラグビー始めてもう22年経つんですけど、代表歴も20年になります。残念ながら正式種目になったシドニー大会には出れなかったんですけど、2004年から続けて出場させていただいてます。よろしくお願いします。もう人生の半分を車椅子ラグビーに捧げてますね。そうですね、もう長いですね。もう本当に人生そのものというか、はい、この夏5回目も期待されています。そして最後にご紹介するのはお笑いトリオパンサーの向井聡さんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。向井さんはパラスポーツの、はい、体験をしたりご覧になったことはありますか？生でとかっていうのはないんですけど、まあ、そういうパラリンピックのイベントだったりとか、そういう番組とかで見させていただいたことあるんですけど、まあ、まあもちろん当然っちゃ当然なんですけど、もう自分よりも運動能力みたいなものはもう皆さん高い。でも本当島川選手もそうですけど、喧嘩ってなったらもうすぐ謝ると思う。本当それぐらい、だからその迫力だったりとか、そういうものってもう全く変わらない一緒っていうのを番組とかイベント通して分かることができたんですけど、まだまだ多分知らないこといっぱいあるのでちょっと勉強したいなと思ってます。まさしく車椅子ラグビーのもう迫力の塊ですけど。ですよね。体験されたことありますか？タックルとかないですけど、あのバスケの方とかもう見たことあるけど、やっぱ接触というか、まあ、あんま良くないんですよね。そうですね、あのラグビーほどは、もうラグビーは当たりに行くスポーツなんで、はい、ぜひ一度、いや、大丈夫です。僕全力で行きますいやもう本当にすごい迫力っていうのはやっぱ画面通してでも分かるんですけど、もうガチャンっていう音がねしますからね。ちょっと生で見たいなと思ってます。ぜひ今日島川選手、それからニックさんへの質問もありましたら、向井さんからも聞いていただきたいと思います。わ、はい、かりました。よろしくお願いいたします。まずは2012年に開催されたロンドン大会について振り返っていきたいと思います。史上最大の成功と世界的に評価されている2012年のロンドンパラリンピック、前半のカズさんのお話にもありましたけれども、改めてそのポイントを振り返りたいと思います。まずロンドン大会がなぜ史上最高と呼ばれているかについて見ていきましょう。まずゲットセットと言われるオリンピック・パラリンピックを題材にした教育プログラムにより子どもたちのパラリンピックへの関心が高まりました。さらにロンドン大会の放映権を持ったイギリスの公共放送チャンネル4による革新的な CM ミート・ザ・スーパーヒューマンズがもたらした大きなインパクトがあったこともあり、パラリンピック大会史上最多の280万枚の観戦チケットがなんと完売になりました。はい、さらに大会期間中、このチャンネル4は
毎日16時間以上パラリンピックの放送を行って、多くの方がパラリンピックに触れることができたんですよね。それからダイバーシティ&インクルージョン社会に向けたイノベーションが一気に加速化していきました。この一連の結果が世界的に称賛されているんです。ニックさんに伺います。こうした一連の取り組みの背景についてなんですけれども、大会前のイギリス国内にはどのような課題があって、さらに大会を通じてどのように解決されていったんでしょうか。Well, thank you. I think that in the UK there was a perhaps a greater awareness about the Paralympic Games because the UK was the birthplace of the Paralympics, as Kaz was talking about through the work of Ludwig Gutmann. But we still needed to reach a wider audience, and having a home games was a really important way to demonstrate to the nation that people with disabilities could achieveSporting excellence and also be regarded as equitable people in life. When I attended my first Paralympic Games in Atlanta in 1996, there was just 1 hour of TV coverage that was given 2 weeks after the games completed. So when we came home from Atlanta 2 weeks later, just 1 hour. Yet in London, we had 500 hours of TV.We had nearly 40 million people watching it. So to get that coverage, that is the way to influence people, to show the capabilities of people with disabilities. 1時間が500時間って、向井さん、やっぱり触れることって大事なんですね。そうですね。で、そうなった時、2016ってどこでしたっけ、オリンピック。リオですね。リオではそうなったりして、そのような盛り上がりって持続してないんですかね。Rio had many challenges. There were issues regarding the whole funding of the games, whether it was going to take place or not. But actually, once the Brazilian people started to see that it was happeningThey were so enthusiastic. There were more people in the Olympic Park at one time than there were during the Olympic Games. And so the Paralympic Games is infectious. You just need to provide the platform for people to see it, for them to be captivated and enthused by it. One of my special memories of London 2012 was sitting in the...Olympic Stadium watching David Weir winning his 5,000 meter race. And this was amazing sporting spectacle. And this wall of sound followed him round and round the stadium, urging him on. And you could get 80,000 people cheering. And the sound was extraordinary. And then as he crossed the line, there was this crescendo of noise. It was just wonderful. As people had witnessed an amazing sporting event and they'd forgotten about the disability.They were just seeing sport in such a fantastic way, and that to me was wonderful. こう国民の皆さんのこう熱狂している空気っていうのが言葉から伝わってくるようです。あの山脇さんも初めて行ったのがロンドンとおっしゃってましたけれども、島川選手もロンドンに行かれてます。で、まあそれまでの、アテネからですよね。はい。アテネから行かれていて、そのロンドンにも出場されて、このロンドンのこう印象的なことってありましたか？そうですね。一番印象に残ってるのは、ちょっと、まあ、試合の前で、すぐ近くのショッピングモールとかに行くことがあったんですけど、それも、まあ、選手固まっていてたんですけど、その時にやっぱりすごい子供とか街の人から声をかけられて、なんかサインくれとかっていう話もあって、なんかサッカーのスター選手になったかのような気持ちになって、ちょっとね勘違いしちゃうような感じになったんですけど、本当になんかそれぐらい人々がなんか興味を持ってくれたというか、で僕らの試合に対しても、今までもその競技によっては満員になってたりはしてたんですけど、やっぱりどうしても人が少ない試合とかもあったりはしたんですけど、ロンドンに関しては全てが超満員でしたね。で、僕ら の日本チームが戦う試合、もちろん日本から応援に来るじゃないですか、はい、日本から応援に来た
人たちがチケットがなかなか取れなくて、もうすごい遠くから応援してるというか、あとあのロンドンの人たちがすごい応援してくれて、なんかあの僕たちのホームみたいな感覚になって、すごいそういう気持ちになったのを覚えてますね。やはりこう満員の中で熱狂的な応援を受けてプレーするっていうのは違いますもんね。いや僕はかなりな、人によってはね緊張するって人もいると思うんですけど、僕はあの応援が多ければ多いほどあのやっつけに行きたくなるんで燃えてくるんですねやっぱりね、はい、強いタックルでね。そうだったんですね。向井さん今のお話とかも聞いていてどうですか？やっぱなんか見る機会をやっぱどうしても増やしてほしいっていうことはあるんでしょうね、うん、見たらもう面白さ分かるから。だからそれこそロンドンの時とかもう国とか関係なく試合を見たいっていう人が集まったっていうことだったりすると思うんで、うん、はい、やっぱそこら辺の、ね、目に触れる機会っていうのが増えたらまたガラッと変わるんでしょうね。そうでしょうね、うん、こうどうしてもやっぱりメディアって関心の高いものから報道していくっていうところがあると思うんですけど、うん、ある程度はやっぱりこうメディアから仕掛けていかないといけないっていうのを改めて感じますよね、うん、で山脇さんに伺っていきたいと思いますけれども、はい、パラサポの活動がスタートしたのが2015年、ソーシャルチェンジウィズスポーツをスローガンにパラスポーツを通じた社会の変革、そしてダイバーシティ&インクルージョン社会の実現を目指しています。これまでのパラサポの取り組みについて教えていただいていいですか？はい、ちょうどあの6年前、5月15日から16日だったんですけど、6年前に設立をされてですね、まだまだ若いあの組織なんですけれども、まあ、この6年間の間にいろんなことをやってるんですけど、まずベースは、国際パラリンピック委員会が言ってますそのパラスポーツでインクルーシブな社会を作るんだ、こういうことをビジョンにしてるんですけど、まあ、これをビジョンにしてですね、まあ、3つの改革をしよう、まあ、1つは障害に対する人々の意識を変えたり社会認識を変える、2つ目が自由に移動できる社会環境の整備ですね、モビリティとかバリアフリーと、で3つ目がですね、障害者への教育とか雇用とかスポーツの機会を増加させようと、こういうことで活動してます。それと、まあ、何度も出てきましたけれど、2012年のこの素晴らしいロンドンパラリンピックで、まあ、イギリスで起こったその社会変革というかソーシャルイノベーションをロールモデルにしてですね、まあ、これに日本の教育制度や社会環境を取り入れて独自の事業を展開しました。まあ、パラサポは若い組織ですのでスタッフが非常に若くて、まあ、男女半々くらいなんですけど、私はもう飛び抜けてあの父親のような存在なんですけれども、まあ日本全国に展開する独自のですね、まあ、エンゲージメントプログラムっていうのを開発して、まあ、学校とか自治体とか民間企業と連携してですね、組織的にそれから持続的に運営していると。それからもう一つ、日本のパラスポーツパラリンピックの競技団体って非常に、まあ運営に苦労しておりましたので、日本財団の4階に共同事務所っていうのを作りました。でどうせ作るんだったらもう日本一のそのバリアフリーの完備した、職場を作ろうということでですね、これを作って29の競技団体というのが皆さん入っておられます。それからもう一つはあの島川さんもしょっちゅう使われてるんですけど、パラアリーナというですね、完全にバリアフリー化されたアリーナを、お台場に作ってしまいました。あのどうしてかっていうと、もう車椅子バスケット、あのラグビーは激しいんで、みんな体育館傷がつくとか言って誰も貸してくれないって、非常に環境に苦労、練習環境に苦労されてたんで、それだったらもう我々で作っちゃおうということで、このパラアリーナっていうのを作りました。作って使ってくれるかなと思ったらもう 100%、まあ、そうですね、僕らフル稼働で、で、まあ、こういうものをやったりとかですね、まあ、この5年間に間にまあ、パラサポの事業数が10個を超えて、まあ、全国の小中学校、企業、自治体、民間企業延べ参加人数がなんと40万人、まあ、ウェブサイトもやってますけど月間620万 の, その B
ビューがあるっていう非常に、大きくなりました。でパラスポーツを通じたダイバーシティインクルージョン社会の実現を向けてですね、こういう、プロジェクトを楽しみながら、我々のスローガンは I enjoy っていうんですけど、これでやろうということでやっております。まだ6年間だったのかっていうぐらい様々なことやってらっしゃいますよね。下川選手どうですか、パラアリーナができたのが3年前の6月からだったと思うんですけど、はい、で練習環境とかやりやすさっていうのは変わりましたか？かなり僕らが、まあ、体育館探すのがまずやっぱり競技のイメージから結構テレビとかで転倒シーンばっかり使われるんで傷入るだろうとは言われるんですけど、そこまでひどく入ることもないんですけど、結構確保が難しくてで困っていたところでそういうお話をいただいて、もうかなり僕自身は週5日ぐらいはパラアリーナいるのでそんなレベルでありがたく使わせていただき、いただいてます。で国内のクラブチームも何チームか確保させていただいて、みんなで、おかげさまで日本の車椅子ラグビーのレベル向上にも役立ってますし、2018年に世界選手権で優勝できたのも直前に自主合宿という形でやったんですけど、それも大きくやっぱ使わせてもらえた、いただいたおかげだと思ってます。だから人々の関心だけじゃなくて選手にも本当に大きく貢献して、山脇さん嬉しいですね。いえいえ本当に作ってよかったです本当にそうですね。向井さんはどうですか、パラスポーツをテーマにした番組にもご出演されていると思うんですけども、はい、こうご出演されている立場から見て今の日本っていうのはどんな課題があるかなと思ったりしていますか？やっぱそうですね、もちろん共生社会っていうものが今進んでる本当途中だと思うんですけど、いや例えば、普通のこうサッカーなり野球なりでミスをした選手にこう、まあ、本来叩くべきものじゃないと思うんですけど、まあ、非難がいったりするじゃないですか。じゃあ例えばじゃあパラスポーツでこう大きなミスがあった時に同じように非難できるかっていう問題もあったりして、まあ非難するべきものじゃないと思うんですけど、そもそも論が、ただやっぱそこの感覚が違うっていうことはじゃあどういうことなんだろうとか自分の中でこう咀嚼するのがなかなか難しかったりするのかなと思うんですけど、そこってやってる選手からしたらどうなんですか？ただその見る側がやっぱりどうしても気を使ってっていうのを感じることはあるので、やっぱ同じように見てほしいっていう、まあ僕らはなんだろう、まあ障害者スポーツとしてやってるつもりもないので、僕もちゃんとしたスポーツだと思ってやってるので、はい、やっぱりそれに対しての意見っていうのは率直に欲しいですね。そういう面でもやっぱなんかもう一緒っていうことなんですよね、はい、多分ね。確かに野球とかだったらね、ちょっとっていうプレーが出たらヤジが飛んだり、その傷つけるとかじゃないですけど、ブーイングがあったり、なんで今のってなるけど、障害者スポーツはまだまだこう、あ、障害があるのにすごいで止まっているところはまだある気がします。勝手にこっちがそう思っちゃってる時点で、まだこうちゃんとした意味での共生っていうものに自分の中でなってないんだろうなとかっていうのを感じちゃいますね。そうですよね、はい、そういう意味ではこうロンドンパラリンピックっていうのはこう障害があってもこうスポーツなんだっていうふうにこうイノベーションされた本当に成功事例だと思うんですけれども、山脇さんはこの今回の東京においてロンドンをどんなふうに参考にされているんですか？そうですね、やっぱり今までも説明がありましたけれども、まあ、ロンドン大会ですごくすごいなと思ったのはやっぱりコンセプトとアイディアっていうのが非常に作るのがうまくて、まあ、そこからいろんなアクションプログラムを作っていくんですね。それも多くの人を巻き込んでくるっていう、まあ、それが最後に史上最高の大会になってソーシャルイノベーションにつながるっていう、まあ、ちょっと日本人がこうあんまり苦手みたいなところだったんですけれども、まあ、一方その先ほどもカズさんからお話がありました1960年の4年の東京パラリンピック大会っていうのを振り返ってみるとですね、ちょうど日本が高度成長期に差し掛かるところで、
新幹線とか首都高速とかモノレールとか地下鉄っていうのがみんなドワッとできてですね、いわゆる社会資本ってインフラストラクチャーを作ったんですね。で そこから高度成長にドーンとこういった象徴的なイベントだったんですけれども、まあ、残念ながら1990年、まあ、ちょうど30年前ぐらいバブルが弾けた後もう日本が停滞して経済が収縮してデフレ経験して、まあ、社会もデフレのマインドとか人々もちょっとなんかこうマインドセットがこうネガティブになってしまった。だから、まあ、もう一つこう日本が30年停滞した原因ってやっぱり女性の社会進出がやっぱり遅れた、ジェンダーイコーリティの問題とか、まあ、障害者が取り残されてるとか、やっぱり多様性が欠如したっていうこういうような状況が90年代にずっと来て、ちょうどそんな時にその課題だらけの日本っていう時にロンドン大会を見てですね、ああやっぱりこのこういうパラリンピック大会をやってこれを成功させるっていうことが人のマインドセットをこうポジティブなものに変えてその多様性を進めていくとこのソーシャルイノベーションっていうか社会改革ができるんだというまあ好事例だなって、まあ人生観が変わった同時にやっぱりロンドンで起こったことを東京でもやりたいっていう気持ちになったんですね。それからその社会を変えていくにはいろんな経済変えていったら財政だとか金融だとか制度を作ったりするんですけど、そのパラスポーツの切り口っていうかアプローチがですね、まあ、非常にこう人々のマインドセットを変えるのにその有効だ。それからダイバーシティ・インクルージョン・ヒューマン・ライツってすごく難しいんですけど、パラスポーツ通じてアスリートに会うとなんとなくすぐこう体と心でできて理解できちゃうってことなんで、まあスポーツのこのアプローチっていうのはすごくいいな、楽しみながら人の意識を変えて社会も変えられるってすごいこれスポーツの切り口っていいなっていうふうに考えたんですね。だから東京大会をに準備してもう8年間も準備しましたけれども、これちゃんと開催すればロンドン大会のように人々の意識が変わってですね、その障害者を取り巻く環境とか多様性のソーシャルイノベーションが、ね、きっと実現できると、いうことを強く感じました。確かにこうパラリンピックそのものも大事ですけれども、そこにまつわるそこに向かって取り組んできたことっていうこと自体が本当にレガシーになりますよね。そうね、これが日本でもっとこうした方がいいのにみたいな、その海外から見てあったりするんですかね。どうなんですかね。どうですかニックさんから見て日本はもっとこうしたらいいのにっていう点はありますか。Well, I think that what has already been mentioned about children is really important. To bring a generation of children growing up who don't see the disability but just see people doing sport is a great way to start. And we had a program called Get Set, which was a youth engagement program that combined both Olympic and Paralympic athletes working together and producing educational materials that teachers could use in schools. So now the children see Paralympians as role models. They see them as heroes. They see them as, they see them on the media. So maybe in the future, the wheelchair rugby team in Japan will be as famous as the rugby team in Japan. ヒーローという言葉が出てきましたよね。現役選手の島川選手から見てどうですか、はい、今の日本こうしたらいいのにみたいなことありますか。そうですね、まあ、でもだいぶやっぱりあの変化というか、僕たちがまあ住みやすい世界にもなってるし、僕たちがやってる競技に対してもやっぱりあのよく学校訪問とかは行かせていただくんですけど、結構、うん、やっぱ子どもたちが大事だなっていうのはあの
単純にゲームを見て、ね、その車椅子がガチャンガチャン当たってるような光景ってなかなか見たこともないんだろうし、うん、っていうので結構みんな楽しく、チーム分けしてこっちのチームこっち応援してねっていうのやってワイワイやりながらもちゃんと体験コーナーでもちろん軽くですよ、うん、ポンってぶつかってとかってあって、うんうん、最後に先生が全開でぶつけられてって盛り上がるというはいはい、はい、まあそういうこともやってたり、だからやっぱこう実際に触れ合ってやってるとやっぱみんな楽しんでるし、うん、喜んでくれたりするってそういう活動が大事なんでしょうね。そうですね、大事ですね。まずまだまだ知ってもらうことも必要だし、うん、やっぱり、うん、かなり僕が昔そのまあ、ロンドン以前というかやってる頃でそこまで の, その普及活動というか周知活動もできてなかったので、やっぱりどん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 そのまあテレビでも取り上げられたりだとかっていうので結構広まってはきてて、うん、まあ、そういう意味ではどんどん環境は変わってきてます ね, ね。スター選手みたいな、それこそイチロー選手とか、ね、なんかそういうような存在でね、うん、それこそ島川選手とかが、もうちょっとねだいぶ年いっちゃったんでいやいやいや、そんなことないですよ、まあ、でも将来そういう選手がどんどんね、うん、子供からこう、ね、この選手大好きっていうような子が出てくればいいなと思ってます ね, そうですね、うん、その子供たちからこう波及させるっていうのは山木さんやっぱ大事なことですよね。そうですね、やっぱり人々の意識が変わって社会が変わるってやっぱり時間がかかると思うんですね、はい、うん、そんなに簡単に変わらないって、やっぱり子どもの時から本当に何度も言いますけど心とそれから体でそういうことを覚える、もう当たり前にそういう動作がですねできるっていう自然にこう身についていくというプロセスを経て大人になってその社会が変わっていくっていうことで時間がかかりますけれども、やっぱり子どもたちへの教育っていうのがですね非常に重要なんで、もうアスリートの皆さんがそれをこうプッシュしてくれるくださってるんで、本当にいい方向に向かってるなっていうふうに思います。そうですね、今の子どもたちが勉強して親に伝えるのもそうですし、子どもたちが親になった時に子どもに伝える、うん、そういったこう世代を超えたレガシーっていうのが大事かなと思いますが、改めてレガシーについて説明させていただきます、うん、レガシーとは物理的精神的な遺産功績です。パラリンピックにおいてはその開催によって生まれた持続的でポジティブな影響を指します。バリアフリーの整備、そして社会全体のダイバーシティ&インクルージョンの推進などということです。で改めてニックさんにお伺いいたしますけれども、ロンドンのレガシーをお手本に山脇さんもはじめとしてさまざまな取り組みが進められていますが、日本から始まるこのパラスポーツのソーシャルイノベーション、これから期待することはありますか。Well, I hope that it will create an environment where people with disabilities feel welcome in all aspects of life, but particularly in things like the workplace as well. We found that after London 2012, that the attitudes of employers and fellow workers changed, and that's really important to provide an opportunity for employment. There are big changes in the perception of people with disabilities in the workplace, and I think that's critically important to give people opportunities. Everybody just wants an equal chance in life. You know, and if we have an equal chance, we can show what we can do. And parasports shows a way to do that in relation to sport, but there's no reason why people with disabilities can't achieve in all areas of life, whether it be business or the arts, any aspect of life, just give them an equal opportunity. I think that's what we learned through London 2012, that we can change attitudes which gives the people opportunities to achieve across all walks of life. And although we still have some way to go in certain areas of the physical environment that we have, I think it's quite clear that you can change attitudes. Nick さんはパラサポの活動はいくらかご存知ですか？
a little of it because I know Yama through the IPC and he's been a very good friend and supporter. So, yeah, but I think promoting it and its work in Japan is awareness of it and what it does is critical. And this is a great opportunity for people to hear about all the fantastic work that he has been doing in leading that.向井さんは芸人としてちょっと走られてきて、はい、今日はあのスポーツパラスポーツの話をしてますけどお笑いとしてもなんかこう共通してこう共感できることっていっぱいあるんじゃないですかね。まあそうですね。でもいやもちろん本当自分にももちろん得意なこともあるし不得意なこともあるしっていうでもちろん自分ができて相手ができないことで自分ができなくて相手ができることなんてそんなものいくらでもあって島川選手が得意なことと苦手なことで僕が得意なこと苦手なこと全然違うからなんか結局苦手得意っていうだけの話でなんか違うものとして捉える必要ないんだなっていうことをやっぱこういう話聞いてるとより思うんですけどなかなかそういうことを意識する機会がやっぱり少ない、うん、ってなってくるとやっぱこのパラリンピックっていうイベント自体がそういうことをすごく意識する本当にいいきっかけだと思うんでだからこういうイベントをぜひやっぱちょっとベストな状態でねやっぱ開催できたらなっていう思いがより湧いてきますよね、はい、そうなんですよね、うん、みんなが考えるまずきっかけ手段になりますもんねなかなか意識変えるって難しいってお話ありましたけど、うん、その難しい中でも変えるきっかけとしては非常に間口の広いイベントだからなんかこのパラリンピックっていうものがやっぱり素晴らしい形で開催されるってことをやっぱ願いますよね、うん、そうですねいやそれは島川選手もそうですよねそうですねあのやっぱりいい形で開催ができればっていうのは、うん、やっぱりあの大会を重ねるごとにその僕らのやってる競技の認知度も変わってきたし、正直あのアテネパラリンピックの時ってあのバック青画面のテロップに何対何日本負けましたしか出てないんですよ僕らの人に、そうなんですね。そうなんですよ。でそれから、まあ、北京になって少しだけ本当に放映されるようになってでロンドンで、まあ、もちろんランキングも、ね、関係はしてきてるんですけどロンドンで、まあ、あの銅メダル取れなかったんですけどこの試合についてはちょっと長めにとかでどんどんこうあの日本でも放映されることが長くなってやっぱり認知度も上がってお客さんも入るようになってで国内 の, あの大会に関してもだいぶお客さん来てくれるようになりましたね、うん、なんでだからやっぱり今回の、ね、東京パラリンピックが、ね、あのもっと、まあ、僕らの金メダル目指してますんで、うん、目指してるというかもう金メダル取るんで、うん、これは心強い、ね、言葉誰にでも言ってるんで多分ねダメだったらあのやっぱ言っといた方がいいですよね、ねはい、言ってもう金メダルだからその髪も金にしたんですかこれはたまたまちょっとまた別物別の別問題だったんで失礼しましたそう柴川選手、うん、本当にあのテロップの話もありましたけど私聞いたのはもう当時お金も自腹で出さなきゃいけないからうんそうです、ね、携帯も止められたことがあるって言ってませんでした、はい、そうなんですかありますねでやっぱりそれだけあの、まあ、お金がなかったというかあの、うん、今はもちろんいろんなところからのサポートで成り立ってますけど、はいまあ、当時やっぱり認知度もなければ、まあ、多分もう僕が始めた頃でパラスポーツに対してのものっていうのは特にラグビーに関してはそのほぼスポンサーもいない状態で始めてますんで、はいはい、うんジャパンって服着てながら全部自腹ですからねそうなんですか遠征費もですね遠征費も初期の頃は遠征費もエントリー費も全部自腹でしたいろいろしかも怪我されたりとかテーピングとかそういうことも、まあ、そうですね消耗品に関してもで僕らの競技って車椅子も結構壊れるんで修理代も自腹だったりパーツとかも安くないですよね安くないですねあの僕ら使ってるのはあのニュージーランド製とかアメリカ製で海外から今はあの業者さん通して買ってるんですけど当時ってあのもう本当に個人輸入だからあの成田に着いたら税関から電話かかってきてやり取りをしてっていうこともやってましたしそうなんですね
ね、まあ、その頃に比べるともかなり環境は、はい、もうかなりというかもう180度変わってるぐらいの。そうなんですね、はい、すごい20年もまあ競技されていたら環境は変わってくると思うんですけれども、東京パラリンピックの開催が決まってから私たちもやっぱり、私たちもというか注目されることもガラッと環境も変わったと思うんですけれども、島川選手自身もその社会の変化とか、うん、感じていたりしますかね。そうですね、で僕ら、決まったのは2013年ですよね、はい、で僕ら2000その遠征費あのまあ、フル自腹じゃなくても半額負担とかっていう段階を経てきたんですけど、2010年に、世界選手権で3位になったんですよ、うん、そこから、まあ、手出しはなくなってって、まあ、強化費で賄えてと、うん、言っても、まあ、年に1回行けて2回ぐらいしか海外遠征大会に行けず、まあ、日本で合宿をやってた形だったんですけど、それ以降2013年、東京が決まる前後あたりからのやっぱりスポンサー企業かなり増えまして、大変です。なのでもうあの海外遠征もこんなに行くのっていうぐらい当時はあの行ってましたね。やっぱりその、ね、海外のチームとの試合をやってなんぼっていうところがあるんで、やっぱりその環境が良くなってきたことが日本が強くなったことにもなるし、でその自腹でって言ってた頃はあの、まあ、一般企業に普通にあのフルタイムで働いて、仕事終わった後にトレーニングとか土日に潰してトレーニングとかっていうところ で、まあ、あの会社にもよるんですけど、僕行ってたところはあのなんていうのかな、その特別休みみたいなのなかったんで、まあ、最初のところはもう本当フル欠勤状態で、だから翌月給料なかったとかよくあるんですね。なるほど、はい、でまあ、そういうこともあったんですけど、まあ、その後、まあ、アスリートとして雇用していただけるという企業が増えてきて、今はもうほとんどあの代表選手に関してはアスリートとして雇用していただいて、まあ、練習とか試合に関しても仕事扱いでという、まあ、かなりだから状況は変わってきましたね。こう街出てたりして感じる変化とか、はい、っていうのはあったりするんですか、バリアフリーだったりとかっていう面で。そうですね、あの決まってからやっぱりあの街というか建物の中もやっぱりあの車椅子に対して優しいあの作りになりましたし、まあ、周りの人たちもやっぱりそのパラスポーツという認知度も上がってるので、かなりあの、まあ、大きい大会とかでたまにあのテレビとかでもやっぱ扱ってもらってたりして、たまに声かけられることも出てきたりしてっていうのが、そういうことなかったんでね。あ、やっぱり徐々に注目のも、はい、まあ、やっぱり変わってきても、うん、やっぱり大会をその昔ってあの本当に関係者とか、うん、選手の家族とかしかいなかったような状況から、たとえ国際大会をやったとしても、うん、そんなレベルだったんですけど、もう今はあの2019年にあの東京体育館で大会があったんですけど、その時もあの連日超満員で、はあ、いやあれはねもう鳥肌立つぐらい感動しました。嬉しかったですか、はい、声が聞こえなかったんですよね。あのコート内の声ももう聞こえないですし、歓声で、やっぱりそれがだから東京で再現できたらという感じだったんですけれども、本当にあのこれね、まだ東京そうパラの本番の大会ってもっと大きいんで、うん、そこ満員になったらすごいだろうなって話をしてたところで、まあ、残念ながらね一回伸びてしまったっていうのがあるんですけど、ただどんな状況になってもしっかりとその共生社会ダイバーシティ&インクルージョンというのをパラスポーツを通して伝えていかなきゃいけないなとは思っております、うん、さあ世界のパラスポーツの現状を見てきた皆さんにお話を伺ってきましたけれども、まず向井さんいかがでした？いやーちょっと本当にね、このパラリンピックというイベントをやっぱね皆さんに見ていただかないことにはどうにもならないんだろうなっていう感じありますよね。だからまあ、もちろん僕も芸人始めた時の一番最初の自分らのライブなんて、さっきおっしゃったみたいな友達と身内ばっかりだったんですよ、はい、でもそれでちょっとテレビ出させてもらうようになってくると自分のこと好きな人たちだけでこう会場が埋まるっていう、
だからもうまさにその過程と同じところ多分 ね気持ちいいですよね。そうなった時の気持ちよさっていうのがもうまさにね、うん、パラリンピックで、まあ、いろんな見方があると思うんで、オンラインで見るとかテレビで見るとかっていろんな方法で見ていただけたら嬉しいなと。そっか、芸人さんもこう下積み長いの経験してる人が多いから、うん、やっぱもう身内だけじゃっていうとこありますからね。はい、うん、だからこそもうみんなに見てもらいたいという共感もあるんでしょうけれどもね。はい、あの日本でもあのパラスポーツを通じてたくさんのポジティブチェンジが起きるといいなと思っております。そしてどうですか、ニックさんいかがでしたか。今日のスタジオのお話を聞いて何か感じたことはありますか。 Well, I'm very encouraged and the enthusiasm is、really tangible. And I think we just all have this great expectation now of the world coming together in、Tokyo to celebrate this. And it will be really helpful in transforming the lives of people with disabilities in Japan for the future.ありがとうございます。今日はパラリンピック60年の歴史とともに歩んできたカズ・ボルトンさんのお話やロンドン大会を成功に導いたニック・ウェボーンさん、そして日本車いすラグビー界のレジェンド島川選手、皆さんのエピソードを伺ってパラスポーツのこれからの期待感が高まりました。さて番組の最後に出演者の皆さんとパラスポーツを通じたポジティブチェンジについて考えたいと思います。皆さんお手元のフリップにこの夏パラスポーツからどんな変化を起こしたいかというアイディアや期待を書いてください。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんにフリップ書いていただきましたので出してください。お願いします。はい、はい、お、皆さんそれぞれに書いていただいていますのでそれぞれ伺っていきたいと思います。まずじゃあニックさん、ホープ、これはどういうことですか。 Well, I think we've all had a tough year and、I think we all need some hope, but I do really hope that the celebration of the Paralympic Games gives hope to all people with disabilities in Japan that their lives be transformed for the better as a result of hosting the Games in 2021.ありがとうございます。厳しい状況ではある日々なんですけれども、その中で東京パラリンピックの意義というのはどんなふうに感じてますか。 Well, I think it would be wonderful for the world to be able to come together and celebrate the struggles that we faced over the last year together as a world. So I really hope it's possible for it to happen.ありがとうございます。では続いて島川選手に伺います。見せていただいていいですか。はい、ベス ト, ベスト、この言葉を選んだのはですね、まあ、あの1年間延期になってたあの、まあ、世界中の選手がすごい葛藤の中でこの1年間を、まあ、なんとか乗り切ってきたと思うんですね。でまだ未だにね、どういう形でっていうのがはっきり決まってないところあるんですけど、まずあのその参加するアスリート一人一人が、ベストを自分のベストを尽くして戦えるような環境であればいいなと思います、はい、東京大会を通して実現させたい社会について改めて伺いたいと思います。そうですね、やっぱり大会終わった後も、まあ、そこで終わりではなくやっぱりレガシーとしてあのこの環境までより良くしていければなと思います。で僕らはね、またその先にパリがあるのでそこに向けても頑張っていくし、まあ、いろんな方々に僕らの競技も知ってもらってそういうことも広めていきたいなと思います。東京大会の金メダル期待してます。ありがとうございます。続いて向井さんお願いします。はい、想像するきっかけ、まあ、本当により良い共生社会をちょっとやっぱ想像するきっかけになるイベントなんだなっていうことを改めて、であくまでやっぱりきっかけであってそれで終わりじゃないっていう
ところですかね。でやっぱりいろんな障害、もちろんパラリンピックに出られない障害を持ってらっしゃる方もいるし、じゃあ運動が得意じゃないそういう障害を持っ者の方もいらっしゃるっていうことまでやっぱどん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 考えていかなきゃいけないと思うんで、うん、やっぱちゃんと想像するきっかけにしていこうということですかね、うん、なんかこれだけパラリンピックのアスリートの方からどんどん深いところに想像を巡らせないといけないんだろうなっていう、なんかだからその島川選手お顔怪我されてて、あ、やっぱラグビーで怪我されたんだろうなと思ったら聞いてみたら全然関係ない怪我されてて別件で、そういう別件なんですよねでそういうことまで想像しなければやっぱ想像力をいろんなところまでこ、うん、運ばせなきゃいけないなっていうことを改めて考えさせられました。人って結構思い込んじゃいますからね、はいはい、ただこの人はどうだろうと想像したり知ること、そして小さな一歩でも踏み出せるきっかけになればいいですよね、うん、そして最後に山脇さんお願いします。はい、チェンジングトギャザー、はい、私たちというかパラソポも含めてパラリンピックの関係者はですね、その東京大会と、パラスポーツ、東京パラリンピック大会とパラスポーツを通じて違いを認めて誰もが生き生きと活躍できる、D&I 社会、ダイバーシティ&インクルージョンの社会を実現しようとしてます。でこれはですねやっぱりできるだけ多くの人たちに自分のこととしてこのムーブメントに加わっていただくっていうことが必要で、一緒にこのチェンジ、変革への第一歩をですね皆さんと一緒に踏み出しましょう。それが日本にダイバーシティ&インクルージョンの社会を根付かせる、実現する非常に重要なことだっていうことで、チェンジングトゥギャザー、変革への第一歩を皆さんと一緒に今日これを見ておられる方も一緒に踏み出しましょう。ありがとうございます、はい、ダイバーシティ&インクルージョンというと少し難しいように一見聞こえてしまうんですけれども、身近なことから自分も始めてみようと改めて感じました。さて番組はそろそろ終了の時間となります。今日はロンドンと日本をつないでパラリンピックの歴史、ロンドン大会のレガシー、そして東京大会後の未来の社会について皆さんで話し合いました。出演者のメッセージにもあったように、社会のポジティブチェンジには視聴者の皆さんの力が必要です。この夏どんな変化が起きてほしいということからまずは考えてみてください。ザ・イノベーションはあと3回の配信があります。それではまたお目にかかりましょう。